第二次世界大戦の軽巡洋艦五船日本編。第二次世界大戦で活躍した巡洋艦には2つのカテゴリーがありました。それが重巡洋艦と軽巡洋艦です。排水量が大きく重武装の重巡に対し、軽巡の排水量は小さめで攻撃力も重巡ほどではありません。しかし日本海軍の軽巡の場合、高速を生かして水雷戦隊の旗艦となり、多くの海戦で活躍しました。今回はそんな日本の軽巡を5隻ピックアップした上でご紹介してみたいと思います。撃沈された挙句漂流するも、千人将校の優れたリーダーシップで生還を果たす名取。昭和以前の日本海軍では排水量7000トン以上の巡洋艦を一等巡洋艦、それ未満の巡洋艦を二等巡洋艦と区別していました。大正年間に5500トン級巡洋艦が合わせて14隻完成し、熊型の改良型となったのが長良型です。名取はその3番艦として就役し、当時の世界水準においては有数の攻撃力を持つ軽巡となりました。ただし太平洋戦争開戦までに幾度かの改装を経て兵装強化が行われたことで、排水量は7000トン近くまで増大、速力も32ノット程度まで低下してしまいます。それでも長良型に代わる軽巡が存在しなかったことで、太平洋戦争開戦後は各方面で活躍、水雷戦隊の旗艦として、あるいは海上護衛の任務に就くなど、あらゆる局面で投入されました。さて名取は第5水雷戦隊の旗艦としてフィリピンやマレーシア周辺で活動し、上陸部隊の支援や輸送に回っています。また昭和17年3月にはバタビア沖海戦に参加し、アメリカ従順ヒューストンの撃沈に貢献しました。その後新たに編成された第16戦隊に加わった名取は蘭陰方面へ移動して警戒任務にあたり、航空機や潜水艦による攻撃を受けるも軽い被害で済んでいます。そして昭和19年8月18日、フィリピンからパラオへ輸送任務についていた名取はサマール島沖においてアメリカ潜水艦ハードヘッドの雷撃を受けました。まず右舷に魚雷1本が命中して航行不能に陥り、停止したところでもう1本が命中します。そして最初の飛来から4時間後、名取は静かに波間へ消えていきました。久保田艦長以下550名の乗組員が戦死するものの、幸運だったのは沈没までに時間がかかったことです。船が沈む寸前、内火艇やカッターが下ろされ、海へ飛び込んだ乗組員たちは我先に乗り込みました。生存した者は183名を数えますが、その位置はサマール島の東方300海里にあたり、見渡しても島影などありません。その後暴風やサメの襲撃に遭遇し、ひたすら漂流する日々を送ります。それでも千人将校の松永一郎はよく生存者の士気を保ち、1日10時間もカッターを漕ぎつつ陸地を目指しました。そして沈没から26日目、ようやくフィリピンのミンダナオ島へ到達、九死に一生を得たのです。戦後松永とハードヘッドのグリーンアップ艦長は文通するようになり、この時の体験を記した書籍が出版されています。人間魚雷の母艦に改装されてしまった軽巡北上。大正10年5500トン級軽巡熊型の3番艦として就役した北上は、第二水雷戦隊の旗艦となるも、ちょうど1年後に軽巡いすゞと交代し、しばらくは予備艦となりました。ところが昭和5年の演習中、軽巡阿武隈が火事の故障を起こし、高速のまま北上の左舷へ突っ込んでしまったのです。北上は
左舷上部を損傷しますが大事には至らず、その後は水雷戦隊へ編入されたり予備官になったりを繰り返しました。とはいえ北上も就役から25年近いベテラン艦だったことから、兵装の老朽化や陳腐化が目立っています。かといって古い船を退役させるだけの余裕もない海軍は、クマ型の活用方法を模索するのです。その結果、北上と同型艦の大いに大改装が施されることになりました。つまり強力な攻撃力を持つ従来装艦として再デビューさせようとしたのです。まず14センチ単装手砲を7門から4門に減らし、降格砲はすべて撤去。さらに61センチ4連装魚雷発射艦を左右10機、計40門を備えました。従来の軽巡洋艦における魚雷発射艦は8門ですから、どれほど雷撃に特化した船だったかがわかるでしょう。実は開戦以前、海軍の艦隊決戦思想はこのようなものでした。まず侵攻してくるアメリカ艦隊を航空攻撃と潜水艦で迎撃し、さらに水雷戦隊の雷撃で敵の戦力を削ります。その後戦艦部隊の砲撃でとどめを刺すという構想だったようです。北上と大井はそのような想定のもと従来装艦として生まれ変わりました。ところが太平洋戦争が始まると、そのような場面は巡ってきません。対空兵装を備えていないことで主力艦隊に随伴することもできず、ひたすら輸送船団の護衛任務に就くしかありませんでした。そんな時、連合艦隊参謀長宇垣中将が大井を視察したところ、大きな問題点を提起します。従来装艦は魚雷をたくさん積んでいることで、ひとたび敵機の攻撃を受ければひとたまりもありません。まさに浮かぶ爆薬庫ですから、あまりに危険すぎるのです。そこで北上と大井の運用法が見直され、再び改装されることになりました。最終的に魚雷発射艦を8門まで減らし、代わりに対空兵装を強化した上で輸送任務に特化した船となったのです。その後北上は艦尾に魚雷を受けたことで修理の必要が生じ、佐世保へ帰投したのですが、そこで待っていたのはさらなる改装でした。昭和19年8月から4ヶ月にわたる改装工事の後、北上の姿は大きく変貌しています。まず主砲や魚雷発射艦がすべて撤去され、降格砲2機、三連装機銃12機、単装機銃31機という防空艦並みの対空装備を備えました。さらに20トンクレーンを新たに搭載し、船後部には長いスロープが設置されています。そう、北上は人間魚雷、回転の母艦として生まれ変わったのです。予想される本土決戦時には出撃し、敵艦隊へ攻撃を加えることが期待されましたが、そのような機会は巡ってきませんでした。呉軍港でほとんど動けぬまま空襲を受けて大破し、そのまま終戦を迎えています。ただし北上の役割はまだ終わっていません。外洋航行が困難なため、復員輸送を補助する工作艦としての役割が与えられました。そして昭和21年10月、仕事を終えた北上は解体され、ついにその生涯を閉じたのです。足の速い軽巡洋艦から従来装艦、さらに輸送船から人間魚雷の母艦へと、これほど目まぐるしく改装された船は他にいないでしょう。小型の艦隊に舷艦技術の粋を集めた傑作艦夕張、大正年間に5500トン級軽巡を続々と就役させた日本海軍には、もう一つの野心的な舷艦計画がありました。それは軽巡が持つ武装をコンパクトな艦隊に詰め込み、排水量を3000トン程度に抑えようというものです。設計は
平賀造船艦が担当し、軽量化を図るために駆逐艦型の艦隊が採用されました。また誘導煙突や重油専用機関が搭載されるなど、後にスタンダードとなる新機軸が次々に詰め込まれています。こうして計画設計された軽巡夕張ですが、実は海軍の切実な事情を背景に誕生した船でした。当時は加賀型戦艦や天城型戦艦、さらに熊型、長良型といった軽巡が建造されており、軍事費の割合は国家予算の4割を占めるほど。これ以上舰艦の予算を割くわけにはいかない海軍は、5500トン級軽巡の1隻を夕張に変更させたのです。こうして竣工した夕張の登場は、世界の海軍にとってエポックメイキングな出来事となりました。排水量3500トンと小型だったにもかかわらず、14センチ連装砲2機、同じく単装砲2機、さらに61センチ魚雷発射管4門を搭載しています。また計画には届かなかったものの、35ノット近い高速を発揮し、従来の軽巡をしのぐ原側走行を備えていました。5500トン級軽巡と比較して 60% 程度の艦容積しかありませんが、ほぼ同等の武装を搭載するという、まさに画期的な船となったのです。イギリスで出版された当時のジェーン軍艦年鑑は、夕張のことをこのように評しました。わずか3100トンで熊型と大差ない速力と攻撃力を備えた特異な巡洋艦であると。各国の雑誌は驚きをもって夕張の素晴らしさを称え、改めて日本の舰艦能力の高さに目を見張ることになります。ただし夕張はある意味実験艦のような存在ですから、同型艦が建造されることはありませんでした。ただしその後も改装が加えられ、さらなる重武装を誇っています。さて、太平洋戦争が開戦すると、夕張は南太平洋を中心に活動し、ソロモン諸島やラバウル、トラック方面で活躍しました。しかし昭和19年4月16日、パラオに近いソンソル島沖でアメリカ潜水艦ブルーギルの雷撃を受けてしまいます。魚雷3本が命中して航行不能となり、なんとか栄光が試みられるものの断念され、ついにその姿を消しました。戦艦ヤマトと運命を共にした軽巡矢作、日本海軍の軽巡洋艦は大正年間に就役した14隻の5500トン級軽巡と、それ以前に建造された天竜型のみで、新たな建艦計画は進められていません。先ほどご紹介した夕張にしても、正式には大型駆逐艦として区分されており、どちらかといえば実験艦の意味合いが強い船でした。さらにロンドン軍縮条約の制限下で、8000トン級の軽巡最上型と利根型の建造が始まるものの、すでに海軍は条約脱退を見越しており、実質的には従順に近いものです。実際に最上型は後に従順となり、利根型も建造途中で手法が変更され、従順として扱われました。さて、戦争の足音が迫ってくると、さすがに5500トン級軽巡では旧式化、老朽化が目立ち始めています。そこで昭和14年に立案された建造計画により、軽巡阿賀野型4隻、大淀型2隻の設計が始まりました。ちなみに阿賀野型は従来の武骨な軽巡とは全く異なるスマートなフォルムを持ち、15センチ連装砲を3機、4連装魚雷発射管を2機装備しています。また魚雷の自発装填装置も備えられ、従来の軽巡にはない強力な武装を持っていました。矢作は阿賀野型軽巡の3番艦として昭和18年12月に竣工し、翌年2月には同型艦阿賀野が沈没したことで第10水雷戦隊の旗艦を務めています。
そして6月のマリアナ沖海戦では空母機動部隊の護衛を担当し、撃沈された空母大砲や昇格の乗組員たちを救助しました。続く10月のレイテ沖海戦では栗田艦隊に属して敵護衛空母部隊へ肉薄し、駆逐艦ジョンストンとサミエル・B・ロバーツを撃沈するという戦果を挙げています。やがて日本の敗色が濃厚となった昭和20年4月、矢作に最後の時が訪れるのです。内地へ帰還した矢作は修理を受けた後、戦艦大和の護衛任務に就きました。そして天1号作戦が発令され、大和と矢作以下駆逐艦8隻からなる艦隊は4月5日に徳山を出港、一路沖縄を目指します。目的は沖縄へ侵攻したアメリカ艦隊を叩き、陸軍第32軍を支援することですが、圧倒的な敵を相手にかなうはずもありません。もとより生還を期さない特攻出撃だったのです。4月7日正午過ぎ、早くもアメリカ空母機動部隊から発進した艦載機の大編隊が襲来し、日本艦隊は猛攻にさらされました。この攻撃で矢作は魚雷一本を食らい、航行不能に陥ってしまいます。もはや大和に随伴できず、停止した矢作に対して情け容赦ない艦載機の攻撃が繰り返されました。それでも満身創痍になりながら対空戦闘を続行したといいます。結局矢作は魚雷6本、爆弾10発以上を被弾し、壮絶な最後を遂げました。また大和も沈んだことで、作戦そのものが失敗に終わったのです。野戦で満身創痍になりながら味方を勝利へ導いた武勲艦神通。日清日露戦争の開戦において日本海軍は大勝利を収めましたが、実は砲撃のみで大型艦を沈めることは難しいと考えられていました。そこで軍艦の喫水船以下に大ダメージを与えることができる軽巡や駆逐艦の雷撃力が重要視されたのです。まず3000トン級の軽巡天竜型が2隻建造されますが、そんな大きさでは十分な砲撃力と雷撃力を装備することができません。すでにアメリカ海軍が大型軽巡洋艦オマハ級を建造するという情報を得たことで、天竜型の拡大版となる5500トン級軽巡の設計が始まりました。そして大正時代を通じて熊型、長良型と5500トン級軽巡の建造が続き、その改良型となる仙台型が登場します。機関には重油と石炭の混合方式を採用し、過去の2タイプが3本煙突なのに対し、仙台型では4本の煙突を持つ点が特徴です。また各種兵装も強化され、主砲や魚雷発射艦などに改良が加えられました。さて神通は仙台型の2番艦として完成し、上部構造物の改良や魚雷発射艦の完装などを経て太平洋戦争に突入しています。そして第二水雷戦隊の機関としてフィリピン方面へ進出後、各地の攻略作戦に参加、スラバヤ沖海戦では連合軍艦隊を壊滅させるという戦果を挙げました。昭和17年7月、アメリカ軍がガダルカナル島に上陸したことで第二次ソロモン海戦が起こります。神通は陸軍部隊を乗せた輸送船を護衛する任務を受け、上陸させることに成功しますが、その後の空襲によって爆弾一発を被弾しました。ようやく修理がなった昭和18年1月、今度はガダルカナル島撤退作戦に参加し、見事に任務を果たしています。同年7月、海軍はニュージョージア諸島のコロンバンガラ島へ向けて部隊の輸送を計画しました。そこで駆逐艦に兵士や物資を積載し、神通を機関とする護衛駆逐艦5隻とともに出撃していきます。一方、
日本側の動きを察知したアメリカ海軍は巡洋艦3隻、駆逐艦10隻を持って迎撃する体制を固めました。日本艦隊は数の上で圧倒的に不利だったのです。暗夜の中、陣痛は敵艦隊に対して短照灯を点灯し、敵の位置を味方に知らせています。それは同時に陣痛も光で浮かび上がる結果となり、砲撃や雷撃を一身に浴びることになりました。短照灯を消してもレーダー射撃によって集中攻撃は続き、陣痛はまさに満身創痍となってしまうのです。この時陣痛が受けた砲弾は巡洋艦の主砲弾が2630発、攻殻砲弾は373発に及び、さらに2本の魚雷を食らうなど燃える撤回と化しました。やがて大爆発を起こすと炎上しながら波間へ消えていったのです。しかし自らを犠牲にする陣痛の勇気ある行動が結果的に大勝利を呼び込みました。陣痛が集中砲火を浴びている隙に味方の駆逐艦が反撃を開始、2波にわたる雷撃を敢行し、3隻の巡洋艦を撃破、1隻の駆逐艦を撃沈するという戦果を挙げました。アメリカ艦隊に深刻なダメージを与える一方、本来の輸送任務も成功を収めたといいます。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの分配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。